はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、今回はね、ちょっとねコメントを見ていきますが、封印マップのねウキウキペディアじゃなくて誰だっけ、エルゼムキはね倒してゲットしていきたいと思います。一応ねせっかく期間限定イベントなんでね、コメントエンディングのねコメントをちょっとね残しておきたいので、ちょっとここからスタートしてごめんなさい、やらせていただきます。はい、まあプニカミねなんとかすり抜けてゲットできて、まあちょっとごめんなさい、これ実際ちょっとサバカの方でお見せしてて、ちょっとね会話集せっかくね飛んだミス妖怪落ちコンテストは閉幕といたしますということでね、今回はウィスパーのなんか優勝とかそういうのはないって感じですかね。じゃあ裏マップでラストステージね、残念ながら間に合わなかったということで、エルゼメキアね、はい倒してゲットしていきましょう。一応ごめんなさい、これちょっとサブアカの方でオープニング撮ってるので、まだこれなんですけど、メインアカの方見ればね、1個だけクリアできてないかな。はい、そんな感じで。特攻なし攻略な、どっかでやんないとな。一応エルゼメキアは今回は、スイーツですね。で、何もしなかったら2015万。反撃がすごいんだよね。うん、という感じで、まあ一応ね、この時の状況はまだプニカミなんですけど、もしかしたら追加妖怪あったらね、プニカミ以外も追加が邪縁になるのかな、どうなんでしょう、あるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ今度こそねメインアカウント戻ってエルゼメキアね倒してゲットしていきましょう。失礼いたしました。はい、そしたら倒してゲットしていきましょう。一応ね、メンバーはこんな感じに、バキバキの、プニカミもバキバキにしてあるので、もう、で、おはじきの方なんでね、ちょっとこれは、これどっちがいいんですかね。おはじきの方にしちゃったんですけど、しずさんで、で、松野くんで、つながりやすいにしております。じゃあ、これでいきましょう。でまだね、ちょっと私、これ、プニカミ倒せんのかな、特攻なし攻略。誰か教えてくれ。あ、これ、爆裂で倒せばいいのかな。まあいいや、ちょっと試しもしてないんだけど。一応、これでね、全部じゃねえか。1個だけ残っちゃうんですけど。ヒットポイントが減らせればなんとかなるっていうね、はい、そんな感じで。反撃ダメージが減らせなかったので、フィーバーに行かないといけないですね。はい、じゃあやっていきましょう。まあこれでね、ワイポイントアップするので、ゲットしたいですね。141万。で、この、プニカミがね、必殺打ち切りにできないので、なのでここで打てないんだよな。反撃、ここで一発は打っていいんだけどね、お邪魔玉があるからちょっと早く打ちすぎたかな。あれ、さあ行きましょう。ちょっとね今度は気をつけて、よいしょ、レン使わなくていいのか。
ってギリギリに打って、お邪魔玉がね、それで はい、こんな感じで、うん、ということで、まあもう実は一回倒しちゃってて、なんでこれでね限界突破してって、2突で、さらに5回までねやると神必殺なんで、はい、じゃあゲットとね5回倒すのやっていきましょう。はい、そしたらいきましょう。なんかフィーバーまでやっちゃったんだけど、そんなことやんなくてもよかったんですね。今ちょっとレベル上げて多少メンバー変えてますけど、141万だからね、別にフィーバー行かなくてもこのバッキバッキプニカミは強くて、といってこういう時に限ってプニカミがいないんだが、なんでこんな時に限って手間取ってるのって感じなんですけど、まあ、フィーバー行かなくてもね、このまま打てば、もう G になったよね。はい、普通にね、これでいけました。あー、ゲットしました。15回ぐらいかな。はい。これでレベル上げも頑張ろう。はい、ということでね、またエルゼメキアがね、ゲットとなりました。UZ。次のニャンボもエルゼメキアだろうな。はい、そしたらね、ちょ、もう一体、やっとゲット。結構落ちねえな。この間にスキルも G も必殺の秘伝書も落ちなかったね。なので、なんかあんまりだな。はい、まあただね、一応見て終わりにしましょう。おはじきのね、Y ポイントアップですね。妖怪学園 Y。攻撃力アップデカプに。最近そうだよね。で、つなげやすくなるということで、まあ本当最近のボス、最近っていうかずっとボスはあれが多いよね、攻撃力アップが多いよね。で、一応スキル2はね、おはじきのレベル12を倒すとゲットできるんで、そんな感じですね。うん、普段より大きくなる系か。なるほどね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。一応無課金攻略ね、なんとか達成できました。自信に満ち溢れ、ミスコンへの侵略を開始したエルゼメキア。可愛いだけでなく、シックで大人っぽいドレスに身を包み、危険な魅力を会場中に振りまくということで。はい。レベルどうしようかな。このイベントではレベル上げなくていいかな。一応黒い妖怪ウォッチも10までいったんで。で、あとこれか。エルゼメキア、これで、アップニカミこれで完成。で、あとは、神必殺とかだね。これも3回倒したんで、よいしょ。まとめてゲット。神必殺いっぱいあるね。はい、じゃあ、今回こんな感じしましょう。じゃあ、あとはね、ちょっとエルゼメキアの、Y ポイントっぷりをね、確認して、次回ね、確認しましょうかね。あと、スキル2解放してね。どうしようかな。攻略したからこっちのガシャもやろうかな。出てくれたらかなり嬉しいガシャなんだけどね。うん。UZ、150連いるんだな。100連じゃなくてね。そこがきついとこだね。はい。じゃあ今回こんな感じにしましょう。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。いいね。追加妖怪誰だろうね。あと7日に、追加ですね。マップね。